representing Poland, Dota Zagorska and Mariusz Szude。リフトの評価が非常に高いポーランドのドロタ・ザゴルスカ、マリウス・シュデク。しかし練習では今日は素晴らしいスロージャンプを決めていました。ショートプログラムは第5位です。ポーランド映画のサウンドトラックでボゼック・キラーです。回転が足りません。2回転ですね。はい、ダブルアクセル、今度はダブルトーループ。これは距離があります。スローイングダブルアクセル。まだ降りません。これも長い。スローイングトリプルサルコ、しのぎました。ここで拍手です。
ポーランドドロター・ザゴルスカ、マリウス・シュデク。リフトの上げ方下げ方を非常にこう工夫をして考えていて、全体のプログラムもメリハリを考えたプログラムだったと思いますが、それぞれの技は五十嵐さんいかがだったですか。リフトとかですね、その一つ一つの技を見ますと非常に工夫されていていいんですけれども、はい、単純なところ、例えばソロを、2人ずつ回る、バラバラに回るスピンなんかですと回転が違ったりとかですね、ほんのちょっとしたところがですね、どうしても乱れるんですね。これはそれぞれが最初 のダブルアクセルですね、はい、でこれで女性の方がこらえきれなくて次のジャンプに早く入ってしまった、はい、でまた回転が足りないということですね。ですから一つのジャンプが失敗しても次のジャンプを例えばちゃんと飛ぶとかですね、そういうようなところにがつながってくれば非常に、得点が出てきやすいんですけれども、今年はグランプリシリーズでは優勝はありません。カナダ大会4位、ロシア大会3位という成績のザゴルスカ・シュデク。ただリフトとかですね、これだけポジションを、持ち上げている間に変えられる人もいないのでね、そうですね、元の本来出てくる点数というのはかなり高いところにあると思います。はい、ご覧のようにフランスが 5.3 と辛いジャッジです。表現力、プレゼンテーション、こちらは 5.7 が2人、今シュデクがガッツポーズを思わず取りましたが、これで現在3組が滑ってザゴルスカ・シュデック現在のところトップです。 Thank you.